おはようございます。今日は朝から失敗こいちゃいました。朝お支払いスイカでお願いしますと言われたんですけれども、そのスイカの端末のスイッチを入れてなかったんですよ僕。そしてそのスイカの端末の立ち上がりが5分ぐらいかかっちゃうんですよ。それでお客様にね言ったら、お客様すいません、端末のスイッチ入れ忘れてました、朝一だったんでごめんなさい、お支払いどうしましょう、大丈夫ですよ、待ちますよ、待っていただけるんですか、お客様すいません、いいですよ待ちますよ、じゃあしばらく立ち上がるまで、それ端末がねくる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 動いているの、2人でじーっと見て、あの女性のねお客様だったんですよ。じーっとね見て、立ち上がりませんね、はい、ごめんなさい、僕こういうのねやらかしちゃうんですよ、ダメなんですよ、たらねお客様もねいいですよ、なんて優しいの、その優しさが逆になんかねもうね叱ってくださいって逆にね、うん、もうねお客様によってはその端末のこうねエラー、はいもう一回やり直し、エラーもう一回、もうね本当ただそれだけでね、何やってんだってね、いいなんて現金で払うなんて急にねプン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 になる人もねいたりとか、まあそんな感じだったんですけども、ほんと今日のねあの人はもう端末がピピって立ち上がるまでもう永遠に待ってくださって、そしてね立ち上がった時にね2人で一緒に喜んでくれて、わー立ち上がったって、ごめんなさいって言ったら、いいですよって、なんかね本当にもう本当に申し訳なかったです、そして降りる時の言葉がね、なんか楽しかったです、本当ですか本当ですかって、こっちはもうヒヤヒヤですよ、もう本当申し訳なかったですね、僕本当心に決めました、僕がどういうステーションで何かでさ待たされるとか、もうね絶対僕これからは怒らない、今日のねお客様とのやり取り、お客様のその非常に優しい応対で救われたので、僕も同じような応対をしたいと思います、応対をします。その失敗を糧として頑張りたいと思います。本日もロックタクシー営業したいと思います。元気に営業したいと思います。That's all right.怒らない女性。どんな失敗したら怒るの？知りたくなるね。ロックタクシー大失敗。